はい、こんにちは。古文の山崎英二と言います。東大京大やエクシードはですね、テキスト古文はトップレベル古文論述というテキストを基礎シリーズ、完成シリーズ使います。で、当然これは東大や京大を受けるという人の二次型のですね、対策のためにあるテキストです。授業もそういう観点から行われると思います。で、当然ですね、基礎シリーズと完成シリーズでは目的っていうのが違います。基礎シリーズではやはり、君たちは相当ある程度やってるとは思うんですけど、もう一度その土台となる古文の単語や文法や古文常識の欠落したところはないか、そこを確認しながら、補充する。これが基礎シリーズの一つの大きな目的です。かといってじゃあ、当然東大京大レベルの問題を解かなくてもいいというわけではなくて、東大京大で実際出題される入試レベルの問題を使いながら、そういった基本的な力をもう一度確認するというのが基礎シリーズです。完成シリーズは同じようにレベル的には問題は当然同じ東大京大のレベルの問題を解きながら、今度はね、回答が本当に実際ちゃんと書けるかどうか、そういったところを、つまり、論述する回答の表現、特に東大なんかのように、一字一句おろそかにできない、そういう取材の仕方をされますから、そういったところに対応できる表現力を磨くと、そういったことは完成シリーズで、大切です。河合塾のこの東大京大を受験する二次型の古文に対して、このカリキュラム、そしてテキストっていうのは最高のものだと思います。特にですね、具体的にこれからですね、テキストの内容に沿ってお話ししますけども、例えばですね、映像の1位を見てほしいんですが、これは、19年度の、基礎シリーズ第1項目のですね、練習問題2番の文章です。これを見てもらうと、中にですね、隠れるものは夏虫のとあって、その下に、つつめども隠れるものは夏虫の虫よりあまれ、身よりあまれる思いなりけりという読みと知らずの和歌が引用されています。はい、これはですね、これ19年度の基礎シリーズですね。年を明けた20年度の東大の本試験の問題、これが映像の2で今出しましたが、出しますが、これを見てもらったら分かるんですが、このですね、映像の2の防線化、防線化、包めども隠れるものは夏虫の身より余れる思いなりけり、これ同じ和歌が出たんですね。そして映像の3を見てもらうと、設問の4番、ここに、歌うら包めるも隠れるものは夏虫の身より暴れる思いなりけりという歌について、防線化に示されているのはどのようなことか説明せよという設問、つまり君たちが基礎シリーズでテキストをやったその和歌がそのままその次の年、当然、このテキストを習った人が受けた年の東大の問題に出たと。このことってね、時々あるんです。今日は京大、東大の問題で言いましたが、京大でも点検問題の方の和歌が本誌で出たということがあります。でね、ここで一つ注意してほしいのは、何かというと、設問だけを解いて設問の答えだけ知ればいいんだっていうふうに思っている人が君たちいると思うんだけど、この東大の和歌は中に引用された問題で、ストレートに設問で聞かれてないんですね。で、じゃあ授業でやってないのかって言ったら、僕は当然ですね、やりました。というのがね、この第1項の、
教材映像の1位はですね、これをですね僕は授業でまとめたんですね。それは何かというと、この本文はですね、主題が情景に合わせて故事や慣習を引用したり引き歌をするなどの王朝貴族の教養ある優美な女房たちの素晴らしさが語られている文章だと。でここで引き歌をするなどのっていうところが、この隠れるものは夏虫のというこの引用された和歌なんです。で当然引き歌っていうのはどういう意味を持ってるかっていうのは君たちは当然習うわけですが、その古歌を引用しながら、古歌の一部を引用しながら、その古歌の心情 をですね、自分の今の心情に当てはめながら、自分の心情を述べるという高度な表現、これが引き歌なんですけども、当然古歌の意味が分かってないとダメなわけです。でその古歌の意味が分かった上で今の状況にその歌の内容を、変換する、これがまさしく、東大のですね、歌裏、つまり神様の占いの歌として今の歌、こういう歌が引用されているわけですから、この東大の問題を特にはね、引き歌というものがどういうもので、その引き歌の内容を理解した上で本文ではどこがどう、ね、関係し、そしてそれを踏まえら内容、本文の内容に踏まえるのか、ここのところをですねきちっと考えなくちゃいけないという東大のまあ高度な問題に変換されているわけ。それをちゃんと授業でも引き歌でやってるわけですから、同じことなんですね。つまり君たちのやるこの特論術の古文のテキストはストレートに東大京大の学力を身につける、そのためには、注文をおろそかにしない、そういう姿勢が大切なんです。ということはこのテキストをですねきっちりしっかりやればですね、東大京大を受験する古文の学力は十分身につくということです。つまり、ね、テキストをしっかりと隅々までやる、これがこの河合塾のトップ論述の古文のいわば一番大切なところです。これを信じて、ぜひですね頑張って、やってほしいと思います。これで、解説を終わります。